皆さん、商店街の皆さん、こんにちは。こんにちは。日本共産党でございます。ただいまよりこの場所をお借りしまして、日本共産党街頭演説をさせていただきます。私は司会を務めます日本共産党都議会議員の加地佳代子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は3人の若い弁士を用意いたしました。ぜひ日本の未来を切り開くこのお三方のお話をぜひお聞きいただきたいと思います。国会も残すところあと3日、6月1日には閉会となります。いよいよ参議院選挙です。歴史的なこの参議院選挙で日本共産党を大きく伸ばしていただきたいと思います。それではまず最初に